カシオ・ロシエルは、日本の女性プロコスプレイヤー。グラビアアイドル、タレント、グラビア、DJ、モデル、埼玉県出身。コプルト所属であり元社長。企業イベントや、テレビや雑誌など、様々な媒体に出演。秋葉原のメイドカフェ、猫耳メイド屋をプロデュースしている。2007年、ワンダーフェスティバルでコスプレデビューする。きっかけは、実景からの衣装をプレゼント。 2015年1月13日、インターネット放送、アマチュアス、埼玉女子会地域情報番組のレギュラーに抜擢。2016年4月28日、スマホゲーム、真空間ドールズアリシアの公式レイヤーに抜擢。2017年5月21日、秋葉原のメイドカフェネコミミメイドや破れオープン。2018年1月28日、企業から、 初めてのメジャーソロ写真集、ロジアルを発売。2019年2月2日、KS プロダクションと業務提携。2020年10月、グラビアアイドルのラムと二人でバンド、プリティニューブを結成。同年12月、東京コミコン2020でデビュー。ラムがギター担当、ロシエルが DJ 担当。ボーカルはいない芸名の由来は、 お気に入りの漫画、ひよいの月の題名から漢字を変え、秘書に、ロシエルは、天使金両区の好きなキャラクターの名前から来ている。愛称は、ロッシーと呼ばれている。ファンの総称を、ロシクラと呼んでいる。以前は病弱で暗い性格で引きこもりがちだったが、コスプレをしてから性格が明るくなり、友達や仲間が増えた。家族全員がゲーム好き。お気に入りのキャラクターは、人生で、 初めて衣装と武器を一から制作し、デジタル写真集を出した、ファンタシースターポータブルにインフィニティの、渚アーデル・ハイトハウザーである。武器や小道具の制作には、長時間の使用でも疲れないように軽量化を優先して作っている。美少女戦士、セーラームーンが大好きで、自宅には、セーラームーン部屋があるわ、んたー、遠脚美人、 東京タイツプリティニューウソプラスのコンテストラブミーモアロシエルダッチャ。ハンターン。ニレフラ。アイドゥーノットヘジテート t e 秘書のギくれない秘書ソニロシ。ロジアールエッサマーギフトョ唱ガバを注射しちゃうぞ。ロジアールロマンスヒ、ロジアールロマンスキン、ロジアールロマンスメード、フラワーリングナイトロジアル、ロジアールロマンス展開ョ唱家フュージョン同人誌。 ラジアントデイズグレースフルガールズコミケ特典は DVD 付属。アニマルイヤーガールディアー、マスタードリームバタフライマイガールフレンド、マイロジアルカスタマイズロジアルマイロジアル、マイガールフレンド2マイロジアル、マイガールフレンド3デビルズシスターズニューイヤーズ、パーティーロシ散歩特別版ロシ散歩マイロジアル、マイガールフレンド4ワンダフルニャンダフルサゲシェンファ。 トリック・オアル・トリート・タイランド出版社公式 SNS 配信紹介事務所業務提携事業ありがとうございます。